鹿島、なんしてんの。どうも、困った時はポエム栄翔、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは、そこに愛はあるんか、上昇軍団鹿島の低迷。ここぞという場面で無類の勝負強さを誇り、 J リーグ優勝8回を刻んだ勝利の味を知る上昇軍団鹿島アントラーズ。そしてそんな鹿島を今シーズン率いる岩政監督が最も重要視するもの、それは愛。全ては愛と語り、熱血体育教師のごとく愛を叫び散らかす岩政監督のもと、タイトル奪還に臨みましたが、序盤ながら派手につまずいており、リーグ戦の順位は15位と低迷。何してんの。今回はらしくない状況に陥っている鹿島の昨シーズンのドタバタ監督交代劇と今シーズンの低迷を紹介していきます。4位に終わった2021年シーズンからの巻き返しを誓い、鹿島はスイス人のバイラー監督を招聘。それまではブラジルとズブズブの鹿島でしたが、初となるヨーロッパ出身の監督招聘に踏み切り、心機一転新たなスタートを切ると、バイラー監督はロングボールを駆使した縦に速いサッカーを志向し、序盤から順調に勝ち点を積み重ねて J1 優勝争いを展開していました。しかし7月に10ゴールを挙げ、得点王を突っ走っていた上田綺世の海外移籍が決まると、上田が抜けた穴はあまりにも大きく、リーグ戦で苦戦を強いられ、8月に鹿島は異例の速さでバイラー監督との契約解除を発表。するとすかさず週休ヒップホッパーユーマさんが解任発表ツイートをいいねするなど不満を抱えていたご様子で、一部の選手たちからの信頼を失っていました。そして後任に白羽の矢が立ったのは愛の伝道師岩政大輝。岩政監督は J リーグ屈指のポエマーとして知られており、ちょっと長いですが就任ポエムを読ませていただきます。鹿島アントラーズの監督という仕事は、確かに私の心に志していた未来でしたが、まさかこれほど早くとは想像もしていませんでした。不安や恐れがないかといったら、それは嘘になります。ただ今この状況で自分にしかできないことがあるとも感じています。そして何よりうちの誇れる選手たち、サポーター、そしてクラブを救いたい、輝かせたい、そう心が傾いたら悩むことは何もなくなりました。アントラーズは勝たなければならないクラブです。今年も残る全ての試合に勝ち、タイトル獲得を全力で目指していきます。同時に今鹿島に求められているのは、新しい鹿島を作り上げることです。そのために伝統あるこれまでの鹿島を正しく定義し、新しい時代のこれからの鹿島を選手たちと一緒に、そして皆さんと一緒に手探りで見つけ出していきたいと思っています。鹿島が鹿島であるために、鹿島が鹿島であるためにと挨拶代わりに強烈なポエムをぶち込みました。いい話やわ。ちなみにこの漢字で表記したものをもう一度カタカナに直すという岩政構文は、ツイッターでも使用するなどえらく気に入っているご様子。そして監督就任決定直後のミーティングでは、選手全員に愛していると伝え、世の中すべて愛なんだ、それが僕の指導者としての武器だと鹿島の中心で愛を叫ぶも、当然選手たちはドン引き。このラブハラ行為により岩政監督の手腕が心配されましたが、チームの中心であるユーマさんは、俺は大輝さんについていく、チームは間違いなくいい方向に進んでいると語るなど、ポエマーとヒップホッパーの相性は抜群にいいらしく、熱い信頼を口にし、後半戦の巻き返しが期待されました。しかし結果は、天皇杯はベスト4で敗退し、リーグ戦は10戦2勝でフィニッシュ。なんとも残念結果に終わり、その去就が注目される中、来期の岩政監督の続投が決まりました。シーズン途中の難しい時期での就任で思うような結果は残せませんでしたが、愛の後ろに J がある、今シーズン愛を持って J リーグを制すべく、愛称岩政監督の挑戦が始まりました。今シーズン強豪鹿島の復権を誓いスタートを切った鹿島でしたが、序盤からつまずくと勝ち点を伸ばせずに低迷。さらに4月1日のサンフレッチェ広島戦で終盤に逆転負けを喫すると、公式戦3連敗の泥沼に陥り、チーム状況にしびれを切らした一部のサポーターが1時間以上チームバスを取り囲み、岩政監督を出せと岩政監督への抗議の声を上げました。しかしサポーターにバスを止められたことにより、心のゴールマウスにバスを止めちゃった岩政
政監督は社内に引きこもって籠城作戦。岩政監督はこの時の心境を振り返り、今の鹿島サポーターは厳しい声を投げかけて、僕に期待しているか優しい声をかけて僕を支えているか、その2つしかない。僕に期待をかけて僕を何とかしてあげたいと思っているだけ。表現の仕方がそれぞれ違う。僕はバスの中にいながらその期待をずっと受け止めていました、とサポーターの不満をバスの中でひっそりと受け止めました。しかし依然として勝ちには恵まれず、低迷の渦から抜け出せずにいると、徐々に岩政監督の様子がおかしくなっていきます。9日の柏戦で0対1と敗戦して14位に転落すると、岩政監督は試合を振り返り、選手からすれば今日非常に移動が長くなってしまって体が重たかったのかもしれませんけども、鹿島のエンブレムを着てプレーするチームなので言い訳は許されないと、移動疲れを敗因の一つとして強調しましたが、鹿島の試合会場を振り返ると、4月1日ホーム、4月5日もホーム、4月9日はアウェイの柏戦とめちゃくちゃ移動日程には恵まれており、アウェイの柏戦も車で1時間半の距離なので、鹿島の試合前の移動は徒歩の可能性が浮上。そして4月15日に行われた首位のヴィッセル神戸とのリーグ戦、クラブアドバイザーのジーコも来場した午前試合でしたが、試合が始まると順位表が示す通りの展開で、あれよあれよと失点すると、最終的には1対5と惨敗。鹿島スタジアムでの5失点は1995年のヴェルディ川崎戦以来の28年ぶりの屈辱で、リーグ戦4連敗となり、順位も15位まで転がり落ちました。この先の見えない泥沼に試合後荒ぶりまくるサポーターに対して、ユーマさんが、俺らも 100% やってるよ、確かにわかる、結果が出てないのはわかる、俺らが全部悪いから、ここからまだ巻き返せるチャンスは俺らにはあるよ、とメガホンを持って熱く訴えかけるも、即座にねえよとサポーターから元も子もないシンプル罵声が飛ぶと、まだある、絶対ある、ねえよと一生終わらないコール&レスポンスを繰り返し、敗戦の矢面に立ったユーマさんの目には涙がキラリとチェケラッチョしていました。そんな中、一部サポーターから飛んだ声に対して知念がブチ切れてサポーターに詰め寄る場面もあり、川崎フロンターレに帰れという心ない罵声が飛んだという噂が駆け巡るなど、最悪なチーム状況に輪をかけるようにカオスな状況に陥りました。この大敗に監督の去就も注目を集めましたが、試合後に取材に応じた吉岡フットボールダイレクターは、現時点で監督を変えることは考えていないと明言するも、この2試合は内容も伴っていない、今日はこれだけ点差をつけられての敗戦、かなり改善すべき点は多いと思っていると、チームの状況を厳しく指摘しました。そしてこのチーム状況に岩政監督は、自分の中ですごく吹っ切れたことがある、ここまで選手たちが本気でやってくれているのであれば僕が逃げるわけにはいかない、選手たちにチャレンジャーであろうと言っているのにもかかわらず、自分自身が結果や負けることへの恐れを抱いてこのシーズンを過ごしていたような気がする、そこを取っ払おうかなと思った、野心がないから僕はどうでもいい、名声だって関係ない、死がだんだん近づいて折り返し地点を過ぎて、別に自分が何かを成し遂げようが成し遂げまいが世の中は回っていく、自分が死んだら誰も覚えていない、自分はどうでもいいと、負けすぎて悟りの境地を開いたかのようなコメントを残しました。今シーズンここまで鹿島らしくない試合が続いており、なかなか勝ち点を積み重ねられずに苦しい状況に陥っています。しかしまだシーズン序盤であり、きっかけさえあれば浮上するチャンスはまだまだあります。なので信じましょう、必ず最後に愛は勝つ。というわけでいかがだったでしょうか、鹿島何視点のという動画だったんですけども、いや意外ですよね。こう鹿島といえばね、なんかこうしたたかに勝っていって、こんなこう下の順位まだ始まったばっかですけどにいる感じのイメージじゃなかったんでね、僕今シーズンなんて優勝候補に挙げてました。どうしてくれんの、サッカー見る目ないって思われちゃうよね。うん、岩政監督もね、なんかこうインタビューで、あんまサッカーのインタビューで聞いたことない発言をちょっと連発してたんで、ちょっと精神的に参ってないか心配でございます。はい、今回ねこの動画を作るにあたって、こちらのね岩政監督のピッチレベルというね本を読ませていただいたんですけどね、なんか読んだ感じ、岩政監督の印象はね、すごいなんかこう冷静で緻密な方というか、なんか自分にあまり才能ないのを分かっているから、それを補うためにどうやってやったらいいかみたいな頭を使って、なんとかこう現役時代とかもそこから日本代表まで上り詰めて、サッカーをなんか俯瞰で見てるような感じだったんでね、なんかそんなこう聡明な方でもこう
J リーグで結果がなかなか伴わないというのは難しいもんだなとすごく思いました。あとね、この岡田武さんと羽生先生のね対談、僕将棋も好きなんで読ませていただいたんですけどね、この岡田武さんが言ってるようなことと結構重複するようなことがこの岩政さんの本であったんで、名将の思考みたいなのは備わっていると思うんですけど、何かが足りないのでしょうか。はい、ちょっと難しいですね。ただこれから鹿島アントラーズなんとか盛り返して山沢監督には愛を持って J リーグを制してくれることを願っております。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルで皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録高評価皆さんぜひとも押してください。お願いします。あとコメントも毎度ありがとうございます。全部読んでおります。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら、頑張ってください。